沢内そばシリーズ。じゃーん。1号線走ってるとね、こうやってね、そばのね、のれんが立ってるんですよ。遊漁券も販売してます。はい、釣りをする方は遊漁券は絶対買ってください。密漁ですからね。ということで、農家食堂本手打ちそばおよねさん、はい、沢内のそば屋さん、手打ちそば屋さん、ここです。ででん、およねさん来ましたということで入っていきたいと思います。行ってきます。この丼のでかさやばいっすよね。これ木の丼なのかな。いただきます。うんうん、優しい。あ、わらびの味です。わらびの味もすげえ。本当に手打ちそばなんだな、切り方が。うんうんうん美味しい美味しい。うん、わらび。うん、すごい。ゆしわらびだ。粘りが。うん。うん。旬だね。わらび。ひめたけ。なめこ。うん、山菜そば、味は山菜そば。うん、そば。うん、本当に手打ちそばって感じだな。はい、皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。あ、ナース兄さんです。どうもどうも。ってことで、行ってきました。沢内は2軒目。はい。およねさん。本格手打ちそば、およねさんに行ってきました。ってことでね。はい。およねさんのね、そば。こちらのそばね、マジ。本当にね、なんとこの短いのとかね、太いのとかね、もういろんなね、サイズのそばがね、乱舞してます。はい。なぜかというと、手打ちそばだからこその、このそばの乱舞です。はい。めちゃめちゃ、丼の中で、いろんなそばが乱舞してます。はい。そしてね、わらびの長さも適当です適当ではないんでしょうね。はい。長いんですよ。わらび長くってね。なめことひめたけ。はい。こちらはね、多分ね、旬の山菜を使ったね、そばだと思います。はい。およねそば。はい。これ、あったかいの頼んでね、正解でした。はい。あったかいの頼んで正解でした。さっきのね、やっぱね、そばはね、西和賀のそばはちょっとコシがあるなと思ってね、あったかいのだったらばね、いいんじゃねえかと思ってね。はい。およねさん来たらばね、ちょっとね、あったかいの食べな、これね、あったかいの正解でした。はい。しかもね、今日ね、寒かったからね、この日は寒かったんですよ。はい。日中でもね、17度くらいしかなかったんですよね。もう夏が来るつのにね。はい。もう寒かったです。はい。だから釣りの時にね、冷えた体にはね、多分ここいいと思います。ここね、維持号線走ってれば、うん、肌っこ見えるから、うん、卒目安にしていけばね、うん、すぐ、およねって出てくるからね。うん、皆さんもぜひとも、およねさん、温まりに行ってみてください。はい、心も温まるし、まあ、かっちゃんだけどさ、かっちゃんだけど、話してればね、心も温まるし、あと、このそば粉食えば、はい、心も温まるし、胃も温まるし、寂しくなるのは懐だけです。はい。まあそこまでね、高くないんでね。はい。やっぱね、この、いいっすね。はい。西和が、はい。温まります。すべてが温まります。はい。皆さんもね、遠いですけどね。足を運ぶ価値はあります。これ以外にもね、いろいろとね、スポットあると思います。俺ね、意外と西和賀行くんでね、これからね、ちょっとね、西和賀のね、いろいろね、紹介していきたいと思いますんで、皆さんぜひ楽しみにしてください。あと最後にね、ここのね、湯田、西和賀の湯田のね、ソフトクリームもありますんで、ぜひね、あと少しですから、最後まで見てけらいんって感じで食べ終わりました。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。いやー、暑い。あったかいそばもいいっすね。はい。ね、なかなかね、やっぱね、沢内のね、この手打ちそば、さっき言ったところも、ちょっとやっぱコシがあるからね。あったかいのちょっとやってみたらやっぱあったかいのいいですね。はい、美味しかったです。はい、皆さんもねぜひね沢内に来たらねまずねお母さんたちのね人が温かいです。はい、もうね人の温かさを感じてください。はい、そうすればより一層そばも美味しくなるはずです。って感じでね今日は田舎のグルメ第2弾またね沢内でおそばを食べてきたんで。また釣りに来た時でもね、ここで昼飯でも食べに来ようと思います。はい。そんな感じで美味しそうだなと思ったら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ヘイバー、ナイスデイ。やっぱりユーダ来たらね、ユーダ牛乳のソフトクリームですよ。はい。めっちゃうま。めっちゃうま。これめっちゃうまい。